ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市梅見台にございます 3LDK の賃貸アパートウィングス梅見台の1階をご紹介させていただきます。まず、こちらは LDK のスペースとなっております。でこちらはですね、非常にゆったりとしたサイズとなっておりますので、ダイニングテーブルやソファーなどを置いていただいて、ゆっくりとくつろいでいただけるスペースとなっております。こちらのお部屋のキッチンの方はこのように使いやすいオープンタイプのキッチンがついておりまして、レンジフードも大きいものがついておりますし、収納の方も上の収納ですね、あと下の収納もこんな感じでたっぷりとついております。またキッチンには一口コンロを置いていただけるスペースと、あと冷蔵庫ですね、置いていただけるスペースも十分に確保されております。そして、こちら側はですね、南向きになっておりまして、開けていただければこのように、少し広めの専用庭という形でついておりますので、お洗濯物も十分に干すことができます。それでは横の洋室をご紹介させていただきます。はい、こちらも、リビングの隣の洋室となっておりまして、広さが十分ございます。先ほどと同じようにですね、こちら開けていただければ、専用庭に出ることができます。先ほどちょっと、だったんですけど、こちらですね、1階のお部屋ですが、シャッター窓をついておりますので、防音面もバッチリなお部屋となっております。そして、一旦、キッチンの方戻ってきまして、こちらがですね、水回りとなっております。まず、洗面所の方ですね、洗面台に今シャンプードレッサーとなっておりまして、洗濯機の方ももちろん室内に置けます。またこちらのお部屋はお風呂がですね、非常にゆったりとしたサイズとなっておりますので、大柄な方でもゆっくりとくつろぐことができます。その他浴室には窓もございますので、換気の方もしっかりとすることができます。はい、それではお部屋、その他のお部屋をご紹介させていただきます。まずこちらですね、こちら洋室となっております。こちらですね、子供部屋なんかにぴったりなお部屋となっております。収納の方もですね、こちら開けていただければ、このようにクローゼットタイプの収納がついております。そしてこちらが玄関のスペースとなっておりまして、玄関には大きな下駄箱もしっかりとございますので、靴もたっぷりと収納していただけます。そして奥がもう一つ洋室となっております。こちらは少し広めの洋室となっておりまして、ご夫婦の寝室にぴったりなお部屋となっております。こちら開けていただければ、こちらですね、奥行きがかなりしっかりとあるウォークインクローゼットとなっておりまして、左右にですね、このように服をかけることができるようになっております。そして最後に紹介させていただくのはお手洗いとなっております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。